まあ、第一の目的である耕一郎に母親像を聞かせてあげたいっていう中でですね、まあ、いろんな会話が当然あったわけですけども、やはり耕一郎に対して励ます言葉が非常に多かったですね。というのは、まあ、前回も出てたように、お母さんはきっと生きてますよという言葉がですね、多分4、5回出たんではないかと。いつか飯塚代表の話だと、確信に近いものを持った言い方だったというふうそうなんにですおっしゃっね。て、まあ、根拠はないけれども、彼女自身、確信に近い言い方で、八重子さんは生きてますよというふうにおっしゃってたというふうそうに、ですね。それはどういったところからそういうふうに感じられたんでしょう一ね。つはですね、北朝鮮が拉致した被害者の中で、要するに待遇、一つは待遇的にね、北朝鮮国民との差レベルっていうんですかね、その生活レベルはもう雲泥の差だと。っていうことは、それなりに待遇されて、少なくても、食べ物その他で餓死することはない、まあ、生活環境も、まあ、そこそこの生活をしてたと。で、これはもう向こうの北の指示によってそうして、すべてそうしてるということを。まあ、したがって単にその生活がひどくて、亡くなってしまうということは全くありえないと。だからもう一つは、北朝鮮が拉致した人たちというのはそれなりの、まあ、利用目的があると、まあ、いうことで、その大変な思いして。っていうか、拉致した人たちをね、そんなに粗末にするはずがないと、まあ、いうこともおっしゃってましたし、そういう中では、まあ、非常に確たる証拠がないとしても、まあ、非常にその彼女の勘というか、まあ、周りの状況、それから今までの経験から判断して、これは死んでないと。例えば死亡報告の中にあったようなね、あんな交通事故なんか起こるはずがないと、絶対に起こるはずがないと。で、ご自身もあそこに行ったことはあるけれども、そんな車が走っているところじそうゃなんなですいというふうよ。におっしゃる。もう、麻宿峠って言いましたけどね、あそこはもう車なんか通る道ではないと。しかもそういうことがあればですね、もう必ず先ほど言った口コミで情報が入るはずだと。で、それは全くないということなんで、あれも嘘だという話もしてましたし、それから当然ながら工作員仲間、あるいはその招待所の中と、それからもう一つは招待所同士の連携、情報の連携みたいなのもあるんですね。で、特に運転手さんっていうのは、招待状をこうぐるぐる回りながら、人をまあ運ぶわけですけども、ですから、その招待状がどこにあって、そこに誰がいて、何人ぐらいいて、どういう状況だったか、みんな分かってる人らしいんですよ。で、その運転手の話を聞いても、もちろん亡くなった情報もない。ただちょっと心配なのは、その招待状から、一般の招待所から、ある時期離れたと。で、その運転手が乗せていったんですけれども、それは一般の招待所、いつも行き来しているところではないということなんで、で、それもですね、一つは生きている証拠になるんですね。そういうところに入ったということは、まあ、それなりに生活もきちっと保障されるところだろうと。で、まあ、もう一つ、まあ、心配事とすればね、まあ、彼女曰く、今まで返した5人の方は、まあ、それなりの情報しか持ってないと。だから返したんだと。で、それによって、北朝鮮がそれの見返りを要求して、まずそれが目的だったんだろうと。という反面ですね、帰ってこられない人は、それなりの中枢部の方と付き合ったり、その場所に入ったり、
してる人というのは非常にその情報として北朝鮮は出したくない情報を持っていると、うん、まあ、いう方が多分、今ある意味監視隔離されているというそういう見方はしてるんですね、うん、これはそのやっぱり北朝鮮の元工作員教育を受けたキムヒョンヒさんの経験に基づいた言葉ということで、そうなんですね、だから確信を持って生存しているというふうに言ってる、はい、ですから、まあ、全くその勘違いとかね想像とか、あるいは希望的観測ではないという私感じましたね。帰国後翌日官房長官と外務大臣に面会をされましたよね、はい、で、まあ、その中で一応お礼とそれから面会の報告をされました、はい、で当然その今後につながることを お願いするということをお話をされてたんですけれども、日本政府としてこれ積極的にやっていくような雰囲気ありましたか？そうですね、まあ、この件に関しては非常に聞く耳をお持ちだったような気がするんですけども、うん、まあ、よりこれだけ大変な思いして実現したものをですね、当然そのこのままに終わらせるはずがないし終わらせないということも言っておりましたし、うんうん、ですから問題は韓国政府と韓国世論が日本と同じぐらいのレベルでその自国の拉致被害者拉致問題をですね、相当理解し認識し、盛り上げていかないといろんな弊害が出てくるのではないかと、うん、ですからその弊害を少しずつ取り除く作業もまだ時間かかるなと思うんですけどね、うん、その点で前回おっしゃったようにその到着の時には異常なメディアの数がそこにあったけれども、はい、翌日の新聞は、まあ、中央日報と東亜日報が一面で上げただけで、しかもその拉致に言及するものではなかったように聞いてるんですけれども、まあ、そういう雰囲気がやっぱ韓国社会にはあるということなんでしょうかね。そうですね、一番その中で典型的なのは、いわゆる115人の亡くなった方々の家族がいるわけです、うん、はい、まあ、一応遺族会という話もありますけども、はい、その人たちに対してその面会要望があるにもかかわらずその日本の家族と何で会うんだと、まあ、いうようなその反発もあったような、うん、今新聞にもそのらしい記事も載ってましたけども、うん、まあ、実は彼女はですねこの件については、とりあえず真実を皆さんに理解していただかない限りそのやたらにいろんなところで会うことは控えたいと、うん、っていうことはこの事件はあくまでも北が策略謀略としてやった事件であって、うん、北の指令によってやった事件だということをですねはっきりと皆さんが理解していただければ会うことも可能でしょうと。で実は彼女はいろんな本書いてまして、うん、その印税もすごいんですね、はい、ですからそれをそっくり、8億ウォンと言ってましたから、まあ1500万ぐらいですかね。いや8億ウォンというと8000万、今はそのレートが下がりましたから、あの当時でやっぱり8000万ぐらいですね。あ、そうそう、レートを考えるとそうですね。はい、ですからそれだけのねお金を渡しているにもかかわらず、そのまだ騒ぎがあるというのは、まあ、私の感じではそのいわゆる先導している人たちがまだいるんではないかと、うんうん、そういう左派の連中がですね、この問題をややこしくしてですね、なかなか世論が盛り上がらない。そう言ってますし、そういう意味では今例のその大韓国議事件の真相を、調べる調査委員会というのがあるらしいんですよね、はいはい、でそこで本当にこれが真実なのかあるいはでったらめででっちゃげなのかという、うん、その結論を出すための委員会らしいんですが、うん、それ当初はですねそれによるとやはりその捏造の方向に向いてると、うん、
いうことがあって、その委員会を調べる委員会というのが出てきたんですね、はい、でそれによって真相が今度分かる、ですからその結果を見て私は対応しますと言ってますので、うん、まあ、結論的にはですから彼女が思ったようにはっきりとこの北野拉致だということを皆さんが理解していただけるということがもう大きな狙いでもあるし、今後の対応にもつながるということらしいんですけどね。